さあ、シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れたことだって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。今日もじゃあキーワードがあります、ね。はい。まずは火のグループ、情熱の星座、牡羊座、獅子座、射手座。火のグループはですね。うん、なんか周りが豊かさが集まるような感じなんですが、ちょっとしたハプニングだったり偽情報がその中に混じっているので気をつけてください。全然キーワードが消せなかった。そして地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座。はい、私地のグループはですね、1からスタート、うん、今までのサイクルがいろいろ終わって一からスタートするような気持ちでやったりと思いますね。で、時間といって心の目でいろいろ見てごらんなさい。いろんなことが見えますよって、ね、深いな。深いだろ。そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座。ちょっと最初はね、逃げ出したいような気分になります。でも太陽が本当に全面的に応援してくれますので大丈夫ですよ。今だから弱ってるね。そろそろ弱るってね。逃げたくなる。はい、そして水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座。このグループはですね、ちょっとかなり、覚悟して、きっといろいろあるんだろうなぐらいに思っておいた方が、うん、起こったことを次々、自分のところに落とし込んでちょっと考えてみましょう。なるほどね。そんな週です。はいはい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。